彼女はライカの名前を呼ぶ、そして彼女は彼の行動を名指ししてショックを受ける。バルバカの目玉がぐるぐる回り始め、彼はなんて素敵な名前なんだろう、と尋ねる。しかし、夜になるとライカとバローズがホールに立っていた。ライカは彼に向かって叫び、バルバカ教の部屋で寝ていると言った。そして彼女は手を挙げ、どうして今日のベッドで寝られるのかと尋ねる。 彼女は焦るとカレンがいるところに行く。バローズは、どうか重荷を感じないでください、と頼む。ライカ夫人を止めてくれるのは彼の父の特別な願いです。どうかゆっくり休んでください、と。アリシアはバルバカの表情を思い出し、彼がそのずる賢い顔で何を企んでいるのかと意外にも不吉に考える。一方、バルバカは玉座に座り、 一人の女の子を膝の上に乗せ、もう一人は彼に食べ物を運んでいる。ベローズが彼のところに来て、ライカを入れたかと尋ねる。ベローズは、はい、父上と答える。それからバルバカはワイングラスを手に持ち、息子に、幼い頃によく話してくれた話を覚えているかと尋ねる。震える手で、バローズは怒りながら拳を握りしめて、覚えている、よく覚えている、と答える。 バルバカは、そうでしょう。愛する者と結婚するように言ったのです。しかし、ふさわしい花嫁が見つからなかったため、荒っくうちの娘と結婚させるつもりだった。そして、ワイングラスをテーブルに置き、ライカを見ると、自分よりも彼女の方が花嫁にふさわしい、という。バローズは黙ったままで、バルバカは笑う。どうせまた妻をもらうつもりだったから、これでうまくいった。 と付け加える。バローズは、どういう意味かと尋ねると、バルバカは怒った顔で、彼女を目かけにするつもりだと答える。さらに、部屋にはアシェルとカレンがいた。カレンは椅子に座って頭を抱え、どうして偉大な領主がそのような堕落に陥ったのかと尋ねた。アッシャーの組んだ手がベッドに置かれている。思い出すバルバッカベラケリアは、限りなく優しく謙虚だった。 かつては活気に溢れた美しい国だったが、現在のバルバッカは、領主が酒と快楽に耽溺する中、傲慢と強欲に蝕まれている。飢えと絶望に苦しむ住民たちが逃げ出し、略奪に訴えざるを得ないのも無理はない。これがかつて彼が知っていたバルバッカベラケリアなのか。ドアがノックすると、アッシャーは考えから覚める。バローズが部屋に入ってきて、失礼を言う。そして、 バローズは自分の方を見るようにと何か話があるという。カレンは怒ってテーブルを叩き切り裂いた。なんだって叫んだバルバカ教とライカ夫人が結婚する。バローズは婚約は破棄されたと答える。そして代わりに父親が結婚する。怒りに震えるカレン。意味不明な叫び声を上げ、ドアに向かって走った。 後ろに立っていたバローズはどこへ行くのかと尋ねた。カレン教。カレンはバローズに背を向け、ライカ姫を連れ戻すと答えた。もう彼女がもてそばれるのを見ていられなかった。アッシャーは声を上げてカレンを呼び、カレンは大丈夫と答えた。アッシャー教バローズは目を閉じた。彼は確かに忠実な騎士だと付け加えた。彼の気持ちは理解している。 そして彼は最初からアッシャーに、剣術の並外れた才能を持つ政略結婚を望んでいなかったのかと尋ねた。剣の道を歩みたかったのではないだろうか。アシェルが起こりながら、アシェルとして同景気を終えようとしているのかと尋ねるのを聞いて、ベローズは、自分は情報機関を運営しているので、アラック領の状況はよく知っている。父親は情報が漏れないように領土を隔離したので、裏通りの組織を雇って、 アイラック領主が利私欲のために娘を政略結婚で売ったのではないという情報を集めた、と付け加えた。彼らの家族は偉大な英雄なので、断ることができず、受け入れざるを得なかった。そして、棚に手を置き、窓の前に立って、英雄はもういないのに、と言った。さらに、バローズはため息をつき、父親がライカ様を自分の部屋に泊めるように命じたと付け加えた。 それが彼を不安にさせた。だから、彼女を別館に止めるように手配した。代わりに、夜明けにこっそり裏口を開け、ライカ様を連れて領地を出た。なんとかして父親を説得するつもりだ、アシェル。これを聞いて、ベローズ教に答える。ベローズは黙って背を向ける。アシュールは、その間に何があったのか尋ねてもいいかと尋ねる。ベローズは、 父親が20年ほど前から変わったと答える。父親は住民を搾取し始め、穀物、家畜、金銭を残酷に奪い取った。父親は資源を使って宮殿を建て、人々の苦しみを無視し、外の人々は苦痛に埋めき、餓死した。父親は城内で快楽にふけっていた。領土を無視して、アシュールは領土とその住居を愛していたので、かつては聖人と呼ばれていたと答える。 バローズは聖人に尋ねると、彼は怖い顔で、昔、父親はいつも愛する者と結婚すると言っていたという。しかし5年前、ある女性に恋をして父親のところに連れてきたとき、彼女は平民だったが良い人だった。翌日、彼が愛した女性は亡くなり、父親が殺した貴族に公職な感情を抱いていたために、父親に殺された。バローザの手は震え、拳を握りしめて、 成人なら何かしてくれるかと尋ねた。突然、ベラチェリアの声が聞こえた。彼は主人だ。彼は彼に信頼を寄せる。そして忠誠を誓う。これを聞いて、バローズは驚いて、そして振り返って何なのか尋ねた。しかし、振り返ってみると、アシェルはいなかった。彼はそこに立って、開いたドアの方を見て、アシェル教に尋ねた。 反対側では、ベルバッカがワインを飲み干し、手で口を拭っていた。彼は大声で笑った。今、いいことを尋ねた。そして、少女のいる部屋へ。突然、彼はワインボトルを持って目の前に立っているアシェルを見て驚き、彼が誰なのか尋ねた。アシュールはボトルを見つめながら、43歳のベヘモシアに尋ねます。しかし、バルバカは滅多に酒を飲まず、 特に高価なワインは飲まなかった。勧められても好きではないと言って断りました。ボルバッカは罵倒し、この小さな愚か者に自分がどこにいるか知っているかと尋ねます。アシュールは怒ってボルバッカの名前を呼び、バラトリアの誓いを教えて欲しいと頼みます。ボルバッカは黙ったまま、しばらく考えてから何を言っているのかと尋ねます。アシュールは怒って彼の方を見て、 自分はバルバカではないと言います。しかし、アシュールは鉄の手袋を使って魔法の力を発動させます。手袋から稲妻の波が出てそこに広がり、尖った探検が手の中に現れる。彼は探検を向けてバルバカに向かって走る。バルバカは玉座に座っている。手を伸ばし、何をと叫ぶ。すると、血が落ちて空中に飛び散る。しかし、 カレンはライカの腕をつかみ、馬車の側に連れて行く。彼女は彼と一緒に歩きながら、カレンを待つように言う。どこに行くんだ彼は怒って前に進み、ライカさん、今すぐそこから出なければならないと答える。あの男はろくでもない馬鹿だ。あの強欲な領主は彼女に欲情している。驚いたことに、彼女は領主がカレンを馬車に座らせた理由を尋ねる。 そこにいるように言い、アシェルはどこにいるのかと尋ねる。カレンはアシェルに尋ねる。突然、彼らは緊急の声が聞こえる。兵士たちは脇を指さしながら声を上げる。侵入者がいる、武器を持った他の兵士たちがそっちに走っていく。カレンはそこに立って、振り返った。兵士の一人が叫んだ時、領主が襲われた。ライカが何が起きているのかと尋ねると、 カレンは驚いたことに何と考えた。城の反対側では、バローズ領主が兵士たちと共にバルバカの部屋に向かって走っていき、何が起きているのかと尋ねていた。先を走っていた兵士は、外から領主の叫び声が聞こえたと言った。バローズが部屋に入ると、父よと叫ぶと、バルバカが玉座に寄りかかって地面に座っているのを見て言葉を失った。 首から血が流れて地面にこぼれ、探検を持ったアッシャーが父の横に立っていた。バローズはそれを見て、何が起きているのかと尋ねる。そして、彼は父よと叫ぶ。アッシャーは、これは自分の父親ではないと答える。それは人間の体に侵入して、その姿を捉える存在だ。兵士が槍をアッシャーに向け、悪魔に何のことを言っているのか尋ねる。 ベローズがドッペルゲンガーのことを言っているのか尋ねると、ベローズは怒って声を荒げる。彼は間違っている。アッシャーさん、彼は人間と悪魔の区別がつかないバカだと思っているのですかもし相手が父親を襲ったなら、彼はすべての記憶を失っていたでしょう。おそらく父親だとは認識できず、襲ったでしょう。しかし、彼の記憶は相変わらず鮮明でした。 彼はまだ起こったことをすべて覚えていました。ただ、何年も経って性格が変わっただけです。彼は怪物でしたが、それでも父親でした。さらに、震える手で怒りに震えながら拳を握りしめ、彼はいつか変わると信じていたと言います。バローズは声を荒げ、彼に何の権利があるのかと尋ねます。見てください、アッシャーが沈黙しているのに。 バローズは兵士たちに彼を攻撃するよう命じます。兵士たちはアッシャーに向かって走ります。しかし突然、死んだバルバカが恐怖の声を出し始めたので、彼らはそこで立ち止まりました。彼の目が光り始め、恐怖の笑顔で彼は発見されたと言います。彼らはみんなとても愚かなので、バルバカの体は相棒に変わり、彼は大きな声で立ち上がります。笑いながら、 彼は兵士たちを見て怖くなり、怪物に尋ねます。一方、バローズは後ろに立ってショックを受けています。自然な相棒などあり得ないと考え、獣は彼らを癒しい人間とみなして笑いました。カレンは、まさかと思いながら、ベルバカの部屋に向かって走っていました。アッシャーはどうしたのでしょう。突然、 兵士たちが武器を持って部屋から飛び出し、岩が可憐の横を通り過ぎてドスンと消えていきました。ほら、彼は驚いたことに何を考えているのでしょう。怪物はバローズに向かって移動しながら、一体何なのかと尋ねます。優しい少年バローズが怪物の方を向いている。声を上げる。父親を殺したのかと尋ねると、怪物は、 愛する父親と婚約者を殺すのはとても楽しかったと答える。彼女をもてあそんでゆっくりと殺すつもりだった。ベローズが怒って歯を食いしばるのを聞いて、カレンは部屋に駆け込み、ベローズの横を剣で振り回し、逃げるように言った。驚いたことに、ベローズはカレン卿に尋ね、カレンは彼を罵倒する怪物に向かって走る。カレンは剣で怪物を攻撃しようとするが、 怪物を攻撃する前に剣を掴まれる。可憐は全力で剣を引き戻そうとし、彼は汚らしい怪物だという。しかし、可憐は雷の剣を怪物に向かって振り回し始め、それに応じて、怪物も力を使って攻撃をかわそうとする。人間にしては腕が立つのかと尋ねる。すると、怪物は可憐に向かって手を伸ばし、尋ねる。でももう十分だ。そして、 彼は魔法を使ってカレンを殴り、彼と遊んでいる暇はないと言って投げ飛ばした。カレンの剣が切り裂かれ、ベローズはカレンの横に立っていたが、怪物の一撃で階段をドスンと落ちていった。カレンも壁にドスンとぶつかった。口から血が吹き出す。そして、怪物は笑いながら子供に変わる。この後、怪物は後ろに立っていたアシュールに、どうして自分の正体を暴こうとしたのかと尋ねる。 アシュールは目を閉じて、バラチャリアの誓いに答える。彼はいつもそれを心に抱き、いつもそれについて話していた。彼の人々への信念は彼のキャッチフレーズであり、それがバルバッカとしての彼のアイデンティティの本質だった。そのため、アシュールは、怪物が笑うことを知らないのに、どうしてバルバッカについて語れるのかと尋ねると、彼は、そんなものがあるとは知らなかったと答えた。 彼は自分の役割をできるだけ効果的に演じるために日記を調べた。以前のようにすぐに利用されたくなかった。怪物はアシェルの頭をつかみ、正体が明らかになるとすぐに一族は絶滅したと言った。20年間、誰も彼が誰なのか知らなかった。しかし、彼のようなバカは死ぬ直前にそれを突き止めた。彼は自分の子供が誰だったのか尋ねるだろう。 アシェルは帝国の剣の達人だと答え、怪物は驚く。そしてアシェルは彼が言ったように付け加えた。彼の一族は人間によって地図から一掃された。帝国の剣の達人。彼は当時全員を殺したと思っていた。しかし、どうやら一人残っているようだ。怪物は力を使ってアシェルに手を伸ばす。獣が文を言い終えようとしている時に、 なぜそうできないのかと尋ねる。しかし、それが終わる前に、アシェルは剣を怪物の口に突き刺し、突き刺す。怪物はドスンと逃げ去り、血が吹き出す。アッシャーが剣を向けて、久しぶりだな、ドッペルゲーナーという。そこに土ぼこりと煙が広がり、ベローズが地面に逆さまに倒れながら声を上げていた。アッシャーは彼の横に座り、ベローズさんに起きているかどうか尋ねた。 ベローズが起き上がると、アッシャーは大丈夫かと尋ねた。バローズは腹部に手を当て、ドッペルゲンガーに尋ねた。その後、アッシャーはバローズの腰をつかみ、死んだ怪物のところに連れて行った。不意をつかれたと言いながら、どうやら過去に何か復讐しようとしているようだった。バローズはウィンクし、アッシャーの方を見て、黙っていた。そして、考えてみると、彼はどう考えていたのだろう。 その間、ライカが後ろからアッシャーを呼び、声を上げた。カレンが怪我をしている。助けて、カレンを抱きかかえた兵士が彼の横に座った。他の兵士たちがベローズに向かって走った。そして、彼らはベローズを掴んだ。大丈夫かと尋ねた。彼はそうだろう、と答えた。そして、彼は兵士に負傷者の手当てを頼み、護衛と話したいと言った。 アッシャーはカレンの横に座り、大丈夫かと尋ねた。その後、アシュールは花束を墓に置き、その横に立った。その間、背後から誰かが、父親のために墓を建てたと言った。アシュールは振り向く。するとベローズが彼の方へ歩み寄り、遺体を回収し、父親を忍んで記念碑を建てたという。もう遅いとわかっている。しかし、墓の方を向いたアシュールは、 自分の死を残念に思うという。ベローズは彼の横に立って、大丈夫だと付け加えた。彼は心が張り裂けそうだ。しかし、彼は騙され、悪魔を崇拝し、それが父親ではないことに気づいていた。しかし、アシュールのおかげで屋敷を救えたことを嬉しく思う。それに対して、アシュールはベラテリアに何が起こったのかと尋ねる。ベローズは彼に背を向け、 これからは自分が責任を取ると答える。悪魔に襲われた家を再建する必要がある。しかし、彼は決して父親ほど良い領主にはなれないだろう。アシュールはバルバカのことを考えながら黙ってそこに立っていたが、20年前のことを思い出した。彼は霊兵隊長としてバルバカのそばに立っていた。バルバカは領土の人々を見て、自分は無価値だという。主よ。 この場所は人々のおかげである。彼は彼らを支配しているのではない。彼は彼らを支えている。そしてそれが貴族のあり方であるべきだ。彼が心に留めている言葉がある。毎日自分に言い聞かせている言葉。ベローズがバラクリアの誓いを告げて去った時、アシュールは考えから覚めた。彼はその誓いを利用して悪魔の弱点を暴いたと主張した。 前に進み出て立ち止まり、そして行った、しかしそれは家族と親しい仲間の間で共有されている秘密だ。ベローズは振り返り、アシュールがどうしてそれを知っているのか不思議に思い、そしてどうして悪魔についてそんなに詳しいのかと尋ねる。アシュールは彼の方を見て、彼の存在が疑わしいのではないかと考える。アシュールはそうだと答える。カロン教の城にいる間、彼は頭に包帯を巻かれ、 ベッドに座り、悪魔に驚く。ライカは椅子の彼の隣に座り、はいと答える。ドッペルゲンガーと呼ばれる悪魔が、人の体を盗んで鳴りすましている。驚いた顔で、カレンはバルバカ教が一になりすまされたと付け加える。ライカは、英雄が堕落しないように資料深くいる。結局、カレンは目を閉じて、結婚ではないと付け加える。 それから彼は毛布を握りしめ、それはすべて汚い悪魔の仕業だという。ライカは、キャンセルされたので心配しないでという。彼は本当かと尋ねる。そして彼女はベローズが彼女に言ったと答え、ベローズとホールに立っていた時に彼に話すと、彼は悪魔が彼の意志に反してそれを手配したので無効だと彼女に言う。さらに、彼もできるだけ早くこの場所を離れるつもりだ。 反対側では、アッシャーとバローズがお互いの前に立って話をしていた。顎を掴んで、バローズは剣の達人ヘイブンの弟子は多くのことを説明するという。彼は父の親友であり、弟子なら信頼できる人物だった。アシェル隊長から領主について色々と聞き、目を閉じて、ヘイブンが弟子になるように頼んだ時のことを思い出した。バローズはアシェルの前にひざまずいて頭を下げ、 ベラクリアを救った偉大な人物だと言った。アシェルは驚いてベローズの方を見て、貴族が平民に頭を下げるのだと思った。ベローズ、ありがとう、アシェル。そして、恩返しに謙虚に頼む。何か要望があれば、ベラクリアの名において、全力を尽くして叶えよう。アシェルは考えながら微笑む。ありがとう、ベローズ、彼は父の謙虚さを受け継いだものだ。 偉大な領主になるだろう。しかし、アラク領では、ペリンはレバロックのオフィスに立ち、すべてを説明した。レバロックは驚いて、ベリクリアの領主に、ドッペルゲンガーかどうか尋ねた。ヘイブンが言いたかったのは、そういうことだったのか。カレンが何なのか尋ねると、彼は言った。レバロケは、約束通り世界危機について警告したと答えた。最初はモトリア、そして悪魔。 次の出来事を恐れ、油断してはならない。カレンは、はい、と答えた。わかりました。さらに、レバロケは、アシュールが何度も彼らを救ってきたという。そして、彼は彼らの英雄になりつつある。それから、椅子の横に寄りかかって見上げる。彼は、彼に対する意見を変える時が来たという。もうそんなに用心深くなる必要はないと思う。アシュールは、 レバロケのオフィスのドアの横に立っていた。そして、これを聞いて、誰もが黙り、レバロケがついに彼を信頼するだろうと思った。その後、彼は前に進み、廊下を通り抜け、自分の記憶と失われた体が一夜にして変わる可能性があることを考えた。彼の仲間と同じように、彼らは悪魔であり、さらになぜ彼らを信頼するのだろうか。彼は窓の方を向き、 彼がもう彼を抑圧しないことを望んでいる。レバロク。彼には興味がないからだ。それから彼は窓の外を見て、そこに長く留まるつもりだと信じる。彼にはやるべき仕事がある。アッシャーは窓の横に立っていた。外に出るように頼んでいた誰かに話しかけていた。今、彼の後ろに男の暗い影が現れた。答えると、 彼はバカのように見えた。アッシャーは邪悪な笑みを浮かべてアッシャーの方を向いた男を見た。彼は全てを聞いたと言った。子供、剣の達人の弟子ではない。それに応じて、アッシャーは沈黙した。トピック諜報組織。悪魔のロードベローズがバラチュリアを包囲した時、外の世界との通信を維持するために諜報組織を密かに雇いました。 しかし、バラチュリアの領土にいるアッシャーはベローズの前に立ち、彼らは話をしていました。驚いたことに、ベローズは諜報組織アッシャーに尋ね、彼はイエスと答え、彼らを雇う許可が欲しいと言いました。ベローズは、もちろん、もう彼らは必要ないので、と答えました。そして、彼はミスター・アッシャーになぜ彼らが必要なのか尋ねました。それに依れて、アッシャーは目を閉じ、 個人的な使用を繰り返します。ベローズは赤払いをし、うなずき、もっと詳しく知っていると言った。彼がそう望むなら、喜んでそうさせてあげる。一方、アイラックの領土では、アシャーの前に立っていた男が、トピック情報組織の長であるカトロスだと自己紹介した。それに依れて、アシャーは手を振りながら、自分はアシャーだと言った。彼の新しい雇い主であるキトロスは、 よく知っている、彼のパフォーマンスに感銘を受けた、一撃であのドッペルゲンガーを殺した方法はかなり恐ろしい、と付け加えた。そして、そうではなかったかと尋ねられると、アシャーは驚いたことに、カトロスが笑っているのを見ても気づかなかった、と答えた。情報組織の長としてよく対応している、目立たないようにできるはずだ。そして、いずれにせよ、 あのドッペルゲンガーは彼について何か知っていたのではないかと推測している、と尋ねる。アシャーはよく対応し、そして素晴らしい耳だと思った。カトロスは両手を広げて、まあ、それは問題ない、と言い、情報組織で何をしたいのかと尋ねた。迷子の子犬を探しているわけではないが、アシュールは英雄たちの居場所を付け加える。カトロスは、はい、どの英雄かと尋ねる。 アシュールは、英雄と呼ばれた者たちは過去に姿を消したか、歪んだと答える。さらに、アシュールは、例えばヘイブンとバルバカは20年間行方不明で、片方ははしごの本体を盗み、もう片方は悪魔に追われたと考えている。今、悪魔が復活し、世界は危険にさらされているが、他の英雄たちがどこにいるのかはわからない。主に魔王を倒し、世界から悪魔を追放した者たちだ。 このことを考えた後、アシュールはバロラントの居場所に焦点を当てるかどうか尋ねる。ケトロスは驚き、頭を撫でながら自分がそのような任務を引き受けるとは思っていなかったという。アシュールは目を閉じて自分のような小さな情報機関にはこれは多すぎるのかと尋ねる。ケトロスは拳を握りしめてアシェルを指さしながら声を張り上げる。 彼らが見つけられない情報がこの世界に存在しないはずはない。アシェルは振り返り、それが可能だと言っているのかと尋ねる。ケトロスは当然だと答える。それから彼はそこから飛び去り、主人を待つように言った。そしてアシュールはそこに立って、自分が聞き上手だと思った。しばらくして、村ではガトロスが家の屋根に座って一人ごとを言っていた。彼のプライドがそうさせるが、 彼はそのような広範な情報を見つける方法を知らない。彼は首都から始めなければならないだろう。突然、彼はアシュールが通りを通り過ぎるのに気づき、彼を見下ろして生意気なバカだと罵った。それから彼は英雄たちの居場所について独り言を言った。それはなかなかのトリックだ、主人、面白い子だ。その後、彼は家の屋根を並んで飛び越え、それから空中に飛び、 対処するのが難しいと思った。反対側では何人かの人が馬車に乗っていて、そのうちの一人がダークバラカリアが領土を開いたという噂を聞いたかと尋ねた。もう一人が答えた。数十年もしまっていないのかと尋ねると、マグカップを持った最初の男は、それは彼らのような商人にとっては良いことだ。扱う領土が増えるからと答える。二人目の男が尋ねるのを聞いて、 でもなぜそんなに長い間閉まっていたのか。と質問する最初の男は目をそらし、その質問は、噂によると悪魔がやったらしい、と、頭を下げて彼らの横に座った年配の男性が声を上げて、それが意味をなすにはどんな悪魔がいるのかと尋ねる。二人の男は振り返って年配の男性の方を見るが、年配の男性は指さして、悪魔は嘘だという。彼らは50年以上前に死んだ。 彼らは以前にもすべてを経験しているので、彼は知っているはずだ。すると男の一人が、とにかく悪魔はどんな姿をしているのかと尋ねる。二人目の男は微笑み、見たことがないと付け加える。年配の男性は、思い出せば、巨大で恐ろしい見た目のモンスターだったと資料深く答える。当時は多くの人が亡くなった。彼は母親と一緒に逃げている時に踏みつぶされそうになった。 その時、悪魔が現れて彼らを救った。英雄たち、彼はその時しか見たことがないが、彼らの顔を今でも覚えている。彼らは素晴らしかった。若者は英雄に感謝することを学ぶ必要がある。彼らがいなければ、世界はこんなに平和ではないだろう。彼らが話している間、悪魔が現れるという噂が広まった。突然、 武器を持った三人の悪魔が茂みから彼らに向かって飛び出した。二人目の男が、これは何だ、最初の男と叫んだ。年配の男は、そこに流れ落ちる血を見て振り向いた。ワインのジョッキも血の中に落ちた。反対側では、廊下を通り抜けていたアシェルは、人間の命を脅かす存在が再び現れたと思う。次の出会いはすぐにあるはずで、 彼は庭で剣の練習をしているライカに気づいた。彼は彼女のところに行き、彼女の名前を呼ぶ。彼女はそこで立ち止まり、彼は彼女の方へ歩み寄り、彼女が訓練しているのかと尋ねる。彼女は彼の方を見て、彼のところに来て、アシェルに尋ねる。さらに、兵士たちが城を巡回していた。アシェルはその状況を見て、悪魔のせいでみんながそこにいるという。 雰囲気は緊迫し、彼も黙っていられない。ライカは剣を向けて悪魔に尋ねる。彼女は悪魔を本でしか見たことがない。それを聞いて、アシュールはそれが本当だと思う。この時代の人々は悪魔についてあまり知らないので、もっとサスペンスを加える必要がある。突然、後ろから誰かが助けを求めて叫ぶ声が聞こえた。アシュールとライカは振り向いた。 何と尋ねると、二人の兵士がドアの方に向かい、男に何が起きているのか尋ねる。馬車に乗っていた男は重傷を負っている。対応に来たのは、屋敷に向かう途中だった。その間に、ライカは彼らに向かって走ってきた。何が起きているのか尋ねると、兵士は振り向いて、ちょうど戻ってきた村人のライカさんに知らせた。男は震えながら、ライカに向かって手を差し出し、 助けてくださいという。夜の悪魔が森から現れ、彼らの馬車を襲った。ライカは驚いて悪魔に尋ねる。アシュールは言葉を失い、何と考えていた。反対側。血まみれの馬車は壊れ、負傷した乗客が地面に横たわっていた。その後、アシュールライカと兵士たちは事故現場に駆けつけた。ライカは馬車の側を指さしながら、 アシュールに何が起きているのかと尋ねた。兵士は負傷者を救出し、他の兵士たちは彼らの横に座った。彼らのうちの一人が前方を指さしながら声を張り上げ、他の兵士たちに負傷者を救出している間に盗賊たちが周辺を捜索していると尋ねた。アシュールは脇に立った。足跡の方を見て、これは盗賊の仕業ではないと思う。この足跡とこの粗末な武器の破片を見て、 ライカが彼の後ろに立って負傷した老人に大丈夫かと尋ねたとき、アシュールは考えから覚めた。ライカは老人を座らせ、兵士にあそこにいる老人を助けるように頼んだ。老人はほとんど口をきかず、帰ってきたと言い,い、兵士は何だと尋ねた。老人はゴブリンが襲っていると答えた。ライカは驚いて何だと尋ねた。 そして、アシュールの後ろに立っていた兵士たちが話し始めた。ゴブリンとは何かと尋ねると、アシャールは予想通り、現れたと思った。しかし、モンスターは様々な種族の地球外生物で、敵対的で、かつては人類の脅威であり、みんなを襲っていた。しかし、悪魔のように、彼らは今や全ていなくなっているのに、どうしてまた現れたのだろうか。その後、負傷者は夜、 白のベッドに横たわっていた。年配の男性は起き上がり、椅子に座っているライカに、近くの屋敷から大量の品物を持って帰ってきた商人だと説明した。ゴブリンは突然森から現れ、彼らの二馬車を襲い、品物を略奪した。ライカがゴブリンに何なのか尋ねるのを聞いて、年配の男性は、小さな皮をかぶった尖った耳のモンスターだと答えたが、年配の男性が言い終えようとした時、 アシャールは、かつては彼の前世紀に存在していたが、50年前に悪魔と共に世界から姿を消したというアシャールのそばに立っていた。ラカスは驚いたことにアシャールの名前を呼んだ。年配の男性は、モンスターについて知っているかと尋ねます。アッシャーは、歴史の本で読んだことがあると答えます。年配の男性は何かを考えて答えます。 戦争が終わってから、モンスターの姿は見当たりません。それで、どこから来たのでしょうか。50年前、英雄たちが悪魔を倒したのだとアシェルは考えています。悪魔の領域への通路や、人間の存在を脅かす他の存在は封印されました。ドラゴンは一匹残らず倒され、モンスターは領土から遠く離れた場所まで追い払われました。北海の女王として知られる英雄です。 レバニアが統治する北部領土では、モンスターが制御下に置かれ、人間に対する敵対行為をやめ、他の種族と調和と秩序を保ちながら暮らしていました。しかし、モンスターは北部の長年の秩序を破り、人間を襲っています。また、レバニアは行方不明になっています。それで北部は混乱状態です。とライカは年配の男性に、ゴブリンについて、そしてゴブリンを倒す方法を知っているかと尋ねます。 ヒゲをかきながら、年配の男性はうまく答えました。彼はまだ若すぎて知りませんでした。大人たちが戦ったので、それがあまりに昔のことだったとは彼は知らない。誰も知らないと思う。リシアは怯えた顔で黙っている。そして翌日、ライカとアシェルは食料品を買いに市場に行く。ライカは食料袋を持って前に出て、腸が混乱しているという。 暗殺者、怪物、悪魔の噂が広まっている。アシェルは彼女に、領主はこれを知っているか尋ねる。彼女は、家臣と会ったと答える。しかし、家臣の誰もゴブリンや怪物について何も知らず、それらについて書かれた本も知らず、彼らと戦った人は誰も見つからない。アシェルは黙って聞いて、おそらく自分と同じように、彼らはもう死んでしまっているだろうと思う。 ゴブリンは怪物のア種シュ族だ。集団でいると扱いにくいが、人々が怪物についての概念や常識を持たない時代には弱いだけで、十分に恐ろしい。ライカは市場で通り過ぎる人々の方を見て、悲しそうな顔を見て、街の雰囲気が悪いという。アシャは邪魔になるものは何でもすぐに排除した方がいいと考え、黙ったまま。ライカはアシェルの方を見て、 彼が返事をしないのを見てにやりと笑う。この後、城の夜、アシェルはドアの鍵を開けるためにドアの横に立っていた。考えていた。あのゴブリンを探してみよう。その間、ライカは後ろから彼をこづいた。彼は振り返ってライカに尋ねると、彼女は彼がじっとしてないと知っていたと答えた。彼はゴブリンに会いに行くのですよね。彼女も一緒に行きます。 アシェルは危険すぎるという。領主が知ったら、彼に激怒するだろう。レイカーは振り返り、前に進み出て答えた。彼が戦ったことが村に知られたら、悪い例になるわ。それから彼女は振り返り、それに、彼らは正面玄関から出ることさえできないという。衛兵は今、このような時に厳重な監視をしており、彼女だけが知っているこの秘密の通路を使うことができる。 その後、彼女は秘密の滑り台を動かす。アシャールにあそこに来るように頼むが、彼は黙ったまま。しかし、二人は密かに城を出て、城の庭の裏に立つ。ライカはゴブリンがどこにいるか知っているか尋ねる。アシャールは馬車が襲われた場所に行くと答える。足跡をたどれば、ゴブリンの巣が見つかるだろう。アシャールは逃げ出し、後を追うように頼む。 彼女は彼の後を追って、はいと答える。途中で、彼女はゴブリンに、このことを許さないと告げる。ゴブリンのチームが崖の上に立って、彼らが森を走り抜けるのを見ていると、ゴブリンの一人がうなずき、この人間たちは恐れ知らずに見えると言った。ビシアは走るのに疲れていた。途中で、彼女はアシュールに電話し、スピードを落とせるかと尋ねた。彼は、もうすぐ着くと答えた。 その後、彼はそこに立って前を見て、おそらく非常に近いと言った。そしてライカは膝の上で息をしていた。アシュールは、ゴブリンは湿気の多い場所が大好きだと付け加えた。だから、こんな沼の近くの要塞。彼女は激しく息をして、彼の方を見て考えていた。どうして彼はそれを知っているのだろう。しかし、二人とも茂みのそばに座っている。 遠くでゴブリンを見ている。アシュールは彼女にゆっくり呼吸するように言う。そして彼女は驚いてうなずいた。槍を持った二人のゴブリンが彼らのエリアの外に立っていて、アシュールは彼女に警備員がいると言った。ビシアは怖がる。あれはゴブリンかと尋ねる。アシュールは彼女に何も恐れることはないのかと尋ね、鉄の手袋の魔法を使って探検を取り出し、立ち上がる。 まずはそれを外すべきだと言い、アシュールは走ってゴブリンの後ろから飛びかかり、首を切り裂く。もう一人のゴブリンが槍を向けているのを見て、アシュールの後ろから飛びかかる。アシュールは振り向いて剣をゴブリンに投げつけた。剣はゴブリンの首を刺し、ゴブリンは負傷してドスンと倒れた。負傷したゴブリンの方を見て、 アシュールは剣が深すぎると思い、それならまだ息をしているだろうと考えて剣を引き抜いた。アシュールはライカに話しかけ、このゴブリンを自分で殺すのかと尋ねる。彼女は驚いたことに、何と尋ねる。そして彼は、これは本番のための練習だと答える。そして彼はゴブリンの腹の上に立ち、命を終わらせる感覚を知る必要があるという。 ライカはアシュールから血まみれの剣を受け取った。それから彼女は震えながら剣をゴブリンに向ける。ゴブリンは彼女の前に傷を負って横たわっている。彼女は神聖な顔でゴブリンに目を向け、目をつむる。ゴブリンのエリアにいる間、ゴブリンたちは忙しく働いていた。戦闘の練習をしている者も,もいれば、野生動物の肉を切って夕食の準備をしている人もいた。 アシェルとライカは茂みや岩のそばに隠れる。アシェルはゴブリンを指さして、ゴブリンだと告げる。彼らは野蛮で、知性がなく、恐ろしい戦士だが、攻撃的で危険だ。群れを成しているとき、ライカはゴブリンは自分が思っていたよりも弱いのかと尋ねる。ゴブリンは彼らの領土を脅かし、逃がすことはできない。それに対して、アシェルは彼女の方を向いて沈黙する。そして、 彼女は最初のモンスターを殺してもショックを受けない。強い精神だ。ライカは鞘から剣を引き抜く。突撃して全員を倒すかと尋ねながら、アシャはライカさんにしばらくそこで待っていてほしいと頼みます。ゴブリンが寝る時間になりました。ゴブリンは小屋に入り、夜は出て行きません。ゴブリンは短いですが深い眠りで知られています。 彼はその機会を利用して彼らの資格からこっそりと入ります。彼女は黙って彼の方を見つめ、彼が多くのことを知っていると思っています。彼はすでにゴブリンと戦ったのかもしれません。しばらくすると、小屋の外にゴブリンの警備員が立っています。アシュールは小屋の後ろに忍び込み、剣を向けて彼の方へ向かいます。アシュールはゴブリンを攻撃して殺します。 そして小屋に入り、地面に寝ているゴブリンの方を見て、彼らがまだ赤ん坊のように眠っていると思っています。愚かな生き物であるアシュールは、剣でゴブリンを殺し始めます。残酷だとわかっているつもりですが、彼らは人間を危険にさらしています。ゴブリンを殺した後、彼は小屋から出てきます。最初の小屋は終わった、あと二つの小屋が残っていると考えます。 アシェルは奇妙な小屋に気づき、そこに立って考えていた。この小屋は何だろう。人間が作ったようだ。リーダーの小屋だろうか。ゴブリンは野蛮だ。彼らにはこのような家を建てる技術も、階層を認識する知性もない。彼らは本能だけを持つ、下劣なモンスターに過ぎない。それから彼は前に進み、独り言を言った。まずこれを片付けなければならない。 彼らはせいぜい愚かなゴブリンだ。ここは廃墟だ。突然、アシェルは足元にロープがあるのを感じた。彼は前を見ると、罠が彼に向かって動いている。驚いたことに、彼はそれが近づいてくる方向を見た。ゴブリンが罠を仕掛けたと思った。そして血の雫がそこに落ちた。反対側では、ライカが岩の横に座っている。もう遅いと思ったアシェル。 彼女は彼について行くべきだったが、待つように言われた。彼女は助けてあげられればよかったのに。ライカは背後に何かを感じた。彼女は振り向いた。そしてゴブリンが彼女の後ろに立っていた。槍を向けると、彼女はすぐに立ち上がり、考えた。ゴブリンたち、落ち着いて、ゴブリンは数匹しかいないし、自分一人でも勝てるはずだ。彼女は自信を持って剣を抜く。 よし、やろう。そして、剣を彼らに向ける。ゴブリンたち、来いという。その間に、ゴブリンのリーダーがやってきて、下がれという。人間だ。ゴブリンは彼らの前に頭を下げる。ゴブリンのリーダーはライカの方を見て、ちゃんとしたテストのようだという。驚いたことに、彼女はあのゴブリンがなぜそんなに大言相互しているのかと思った。 ゴブリンのリーダーはにやりと笑い、恋、人間かという。ライカはゴブリンかと尋ねる。彼女に向かって歩み寄ったゴブリンのリーダーは、そうだ、そうだと答える。そして彼は彼らのリーダーであり、彼女と同じように武術の訓練を受けた戦士だ。彼女は戦士とゴブリンに尋ね、そしてただのゴブリンではなく、人間の体と知性を備えたゴブリンだと考えた。 リーダーは大声で笑い、格闘技ではどんな人種が重要かと彼女に尋ね、そしてそれ以上のおしゃべりはやめにして槍を回し始めた。彼は槍を彼女に向け、決闘をしよう、人間、と言った。彼女はリーダーの方を見て、彼はただの過当なモンスターだと思ったが、彼女のゴブリンには敵わないと答えた。そして二人は武器を向け、戦うためにお互いに向かって走った。反対側では、 アッシャーの傷ついた腕から血が滴っていた。そして彼は腕を押さえながら独り言を言った。彼は油断した。彼はゴブリンが罠を巧みに使うとは知らなかった。武器を持った多くのゴブリンが彼を取り囲み、彼は彼らが全員同時にそこにいると思って彼ら全員の方を見た。そして鉄の手袋の魔法の力を使って、 まず彼らを通り抜けなければならないと考えて手に槍を作り出した。しかし、アッシャーはその槍をくるくる回してゴブリンを殺し始めた。しかし、彼が彼らを殺している間に、さらに多くのゴブリンがそこに集まってきた。彼は空中でくるくる回ってゴブリンを殺し、これらの厄介なものは止まらないと思った。逆に、ライカとゴブリンのリーダーの間で戦いは続いている。 二人はお互いの武器を押し合っている。ゴブリンのリーダーは下手な人間を褒め、彼女は彼の槍を押した。彼は彼女がなぜ剣を後ろに引いたのかと尋ねた。モンスターがなぜ人間を裁くのかと尋ね、彼女は雷の剣を彼に向かって振り下ろした。しかし彼は冷静にそこに立ち、槍を彼の前に出して彼女の攻撃をかわした。剣を振り下ろしたライカは、 この少年はどうして彼女の攻撃をこんなに簡単に防げるのだろうと考え、剣を彼に向けて動かした。しかし彼女が彼を傷つける前に彼は飛び上がった。そして彼は空中を飛び、彼女の前に着地し、彼女は力が強すぎて動きが不安定だと言った。彼女は、彼はアシュールと同じレベルなのか、なぜ彼は剣術についてそんなに詳しいのか、と考え、ゴブリンのリーダーは彼女に近づき、 彼女のスキルをもっと見せられるのはそれだけではないと確信していると言った。ライカは、よし、本物の剣術とはどんなものか彼に見せてやろうと思った。彼女は OK と答え、それからレバニアの剣術を使って、並んで空中を移動する。彼女は彼に近づき、剣を動かし、それを取るように頼む。彼女が彼に向かって剣を振りかざそうとしたとき、彼は冷静にそこに立っていた。 彼は彼女が偽物だと見抜いた。ライカが驚いたことに、ゴブリンのリーダーが雷の槍を振り回し、空中に立っている彼女の剣を粉々に切り裂くのを聞いた。彼女は怖くなり、嫌だと思った。ゴブリンのリーダーは怒って彼女の方を見て、これを終わらせることができるかと尋ね、そして彼女に襲いかかる。アシェルの側には、ゴブリンの死体が地面に横たわっていた。 そして彼は怪我をし、前に進み出て、これらのゴブリンがこれをしたとは信じられないと哀れに言った。彼の腕から血が滴たり、彼は腕をしっかりと握り、ゴブリンは武器に毒を塗る習慣があると考えました。彼らの毒は少量で何百人もの人間を殺すのに十分です。アシェルは地面にひざまずき、そこで死ぬかと思ったが、負傷した腕から血が流れ出しながら地面にドスンと倒れた。 ライカは負傷して地面に横たわっており、ゴブリンのリーダーは彼女に近づき、まだ生きているという。鎧がライカを救ってくれたのは幸運だった。ライカは痛みに苦しみ、動けないと思っていた。さらに、リーダーは、戦士としての名誉を持って死ぬと言った。そして、彼は彼女に近づき、槍を振り上げて彼女を殺そうとした。彼女はこうして死ぬのだと思っていた。 彼が槍を振りかざして彼女を殺そうとしたとき、誰かが槍を彼に向かって投げた。ゴブリンのリーダーの槍が彼の手から落ち、ドスンと音を立てて去った。リーダーは怒って頭を向けた。そして、そこに横たわっていたライカは、驚いたことに目を開けて見ていた。リーダーに向かって槍を投げたのは、他でもないアシェルだった。彼は鉄の手袋の力を発動し、近くにいるという。 そしてリーダーはアシェルの方を見て、自分は勇敢な人間だという。ライカは頭を上げて横たわっており、ほとんど話すことができない。ゴブリンのリーダーであるアシェルは彼女のそばに立って、まだ生きているのかと尋ねる。人間だ。アシェルはゴブリンが話せると意外に思い、そしてゴブリンの習性を身につけたという。 彼は武器に毒を塗る彼らのトリックに精通しており、生き延びるために武器に解毒剤を塗った。ゴブリンと戦う時は、そのような準備が不可欠だ。ゴブリンのリーダーはニヤニヤ笑い、彼らの戦術を知っているのかと尋ねる。彼は賢い人間だ。アシュールはライカを助け、木に座らせ、そこにいろ、自分が対処するからと告げる。彼女は気をつけろと答える。 そして、アシュールはリーダーの前に立つ。自分がリーダーかと尋ねると、リーダーは兵士から槍を受け取る。ゴブリンはそうだと答える。彼の名前はターキン。ゴブリンのリーダーで、武道家志望者だ。アシュールが人間の体と心を持つゴブリンは実に魅力的な生き物だと思っているのを聞いて、ターキンは槍をアシュールに向ける。声を張り上げる。それでは、人間よ。 彼は公正な血統を妨害した罪を犯した。その結果を受け入れる覚悟はできているか。アシュールは、鉄の手袋の力を使って雷の剣を作ったと答える。ターキンは彼に向かって走り、剣を上げてアシュールに向かってジャンプし、アシュールは剣を上げて応戦し、二人の戦いが始まる。描写は力を使って互いに攻撃し、ターキンはアシュールに向かって雷の槍を振り回し、 アシュールは必死に彼の攻撃をかわそうとしていた。これは普通のゴブリンの攻撃ではないと思いつつも、彼は力任せではなく、数えきれないほどの訓練と練習で磨かれた計画的な動きを使っていた。彼がこのようにまともな相手と対峙したのは久しぶりだ。アシュールはにやりと笑った。そして剣を上げて剣を振り回し、ターキンを投げ飛ばした。ターキンは木でドスンと引き戻し、 ウィンクして、これだと言った。これが彼がずっと望んでいた完璧な剣術だ。人間、彼は強い。アシュールはターキンの方を見て、本気で考えている。ターキンはそこにひざまずき、力を発動し始める。黒いオーラが彼の体と槍から放出され、彼は前進する。そして、黒いオーラを発動しながら、彼は二人のまともな人間に出会えた幸運な日だという。 ターキンは声を張り上げる、だから本気で戦おう。二人は雷の魔法を使ってお互いに向かって走り、ライカはそこに座り込んで重傷を負った。彼女は二人の方を向いて、体力も技術もないが完璧な槍の動きで単調に戦っているゴブリンの姿はアシュールと不気味なほど似ている。しかし、そう思って気絶し、ターキンは左右に動きながら、アシュールにもう疲れた何の人間だと尋ねる。 アシュールは剣を向けながら、今は彼と雑談する余裕はない、と答える。ターキンは笑う。逃がしてくれると思っているのかと尋ねる。アシュールは突然、そうするだろうと答える。そしてターキンの後ろのエリア全体が燃え上がり、ターキンが振り返って、村に火をつけた卑怯者どもに言うのを見る。この後、 アシュールはどんな手段を使ってでも彼を絶滅させるべきだと知っているのかと尋ねるが、ターキンは他に選択肢がないと答える。彼は自分の民が焼け死ぬのを許すことはできない。だから、別の日に終わらせよう。人間よ、彼らはすぐにまた会うだろう。アシュールは黙って彼の方を向く。村に向かって走っているターキンは、兵士たちに彼らが行ってもいいかと尋ねる。 アシュールはライカに近づき、彼女が気を失ったに違いないと思って彼女の横に立つ。しかし彼女はうまく立ち上がるのを手伝い、そして彼女の折れた剣の方を見る。彼は彼女がスーパーマンと戦っていると思う。この後、彼は彼女を背負って前に進み、独り言を言う。彼らは戻って彼らに伝える必要がある。ゴブリンが屋敷を襲撃する。 そして、両手の城で、カレンは脇を指さしながら兵士たちに城の警備を命じる。兵士は、はい、閣下と答える。一方、アシャーは後ろからカレンを呼び、カレンは振り返ってアシャーに驚く。アシャーは彼女を背負い、バッグを手に持ち、入れてください、という。カレンは意外にもイカ夫人にさえも尋ねる。彼らは彼女を担架に乗せ、 カレンは声を上げて兵士にできるだけ早く彼女を移動させるよう要求する。兵士はそこから彼女を連れ去り、カレンは怒ってアシャーを罵倒する。何をしたのかと尋ねると、兵士は説明する時間がないという。カレンはバッグをカレンの方に投げ、見せてみてもらった方がいいという。カレンはバッグの方を見て、なんだと尋ねると、バッグの中にはゴブリンの頭が入っている。 カレンはゴブリンかと叫び、アシャーはゴブリンを実際に見るのはこれが初めてかと尋ねる。アラック領土を攻撃しようとしているのは彼らだ。カレンは驚いて攻撃しろと言っているのかと尋ねる。アシャーはゴブリンがもうすぐやってくると答える。敵との戦いに備えなければならない。翌日の朝、ライカは眠りから目覚めた。ゆっくりと目を開けると、 目の前に両親がいる。名前を呼ぶ。しかし、意識は完全に戻っているので、起き上がる。母親と父親に尋ねると、母親は心配そうに、ようやく目が覚めたのか、どう感じているのかと尋ねる。ライカは笑顔で、大丈夫、心配していないと答える。デバロックはライカに話しかけ、拳を握りしめて怒って、彼女を連れ出したのはアシャーかと尋ねる。 バネシャは振り返り、ハニーと言う。デバロックは怒りに震えながら、どうして娘を危険に引きずり込むことができたのかと尋ねる。彼女は、アシャーのせいではない、父上、と答える。彼について行きたかったのは彼女だった。彼がすでに危険だと言ったにもかかわらず、彼女は彼について行ったのだ。そのおかげで、彼女は実践経験を積み、精神力も鍛えられました。 また、ゴブリンと戦った時には、彼を助けたこともあります。アシュラは自分の命とアラック領のために戦っている。このすべてを聞いて、レバロケは拳を開き、そうかと尋ね、ライカの領土の誰もが恐怖と不安でいっぱいだったが、ライカの言う通りだと思った。彼は自らそこに行き、ゴブリンの首を持ち帰った。アシュラは英雄と変わらない。 この後、庭では兵士たちがゴブリンの首を講師台に吊るし、彼らは講師台の前に立って剣の練習をしていた。アシュラは立ち上がってこの全てを見ていた。その間に、レバロケが後ろからやってきた。ゴブリンの首をそこに吊るすように命じたのは自分だという。アシュラはレバロケを見て、彼の方へ歩み寄り、さらに兵士たちは恐怖から逃れて警戒を強めることができるという。 アシュラはレバロケ教に尋ねる。レバロケはそこに行き、アシュラの横に立つ。そして、前を見て、兵士たちについてどう思うかと尋ねる。アシュラは、彼らは大丈夫だ。彼らには勝つチャンスがあると答える。リバロケは、アーシャーがアラック領主として心から感謝したいと付け加える。アーシャーは、彼が彼の信頼を得たと思う。リバロケ領主は、 領主に対して自分を過大評価しすぎていると答える。そして、彼はライカについて尋ねる。リバロケは、彼女は目覚めると訓練場に練習に行くと彼に言う。その後、アーシャーとリバロケは二人ともライカのところに行く。リバロケは、彼女は快適に暮らせるのか、なぜこんなに苦労しているのかと尋ねる。彼女はそこで剣の練習をやめ、父親に尋ねる。 アーシャー・リバロケは、彼は大丈夫かと尋ねる。ライカは、にこやかな顔で拳を上げてウィンクした。これくらいなら大丈夫だと答えると、リバロケは心配そうにため息をつき、ライカ、彼女はルークと同じくらい面倒だという。彼女は人差し指を振って、兄と比較されるのは残念だと答える。それから彼は、よそ見をしながら、自分が本当に迷惑で、いつも自分の部屋に隠れていると言います。 デバロックは目を閉じてうなずきます。ライカは兄の代わりに強くならなければならないと言います。アッシャーがあの日以来ルークがトラウマを負ったと思っているのを聞いて彼は弱踊り自身です。彼は正気に戻るために助けが必要だと思います。バネシャはアッシャーのところに来て右腕が傷ついていないか尋ねます。彼は腕を掴んで大丈夫だと答えます。 ゴブリンの毒で少し支えただけです。バネシャは心配そうに毒を頼みます。ライカは大丈夫、彼がよく準備していたおかげですぐに治りましたと付け加えます。しかし、アッシャーはレバロックに、ゴブリンは習慣的に武器に猛毒を塗ると言います。だから、その準備をしておくべきです。レバロックはよく答え、可憐にそのことを知らせます。さらに、アッシャーは、 鎧と薬を準備しておけば勝てると言います。そして、問題はゴブリンのリーダーだと考えています。人間のような身体能力と格闘能力を持つ者。彼こそが彼と対峙すべきものだ。洞窟の反対側では、ゴブリンたちが戦いに備えて装備を準備しており、ターキンはゴブリンたちを水亀に詰めていた。彼は周囲のゴブリン兵士たちを見て、 ゴブリンは生まれつき弱い種族で知能が低いのだと考える。そして、水亀に映った自分の姿を見て、自分ももっと強くなりたいと考える。彼はゴブリンの限界を超えた知性と体格を獲得した。さらに、水を飲み、この力で種族を守り、人間を殺さなければならないと考え、鍋を地面に投げ捨てる。鍋が割れ、彼は頭を抱えて怒り、人間を殺すように声を上げ、 そしてなぜ知性を得るために苦しまなければならないのかと自問する。結局のところ、彼は命令に従うだけの操り人形に過ぎない。汗をかき、怒りながら前を向いたターキンは、おかげで何かを得たと思うが、アシュールを思い出し、この世界は偽物の巣屈だといった自分の言葉を思い出します。アシュールのことを考えながら、ターキンは彼のような人間に初めて会ったと言います。その後、 彼は立ち上がり、槍を地面に打ちつけ、軍隊を集めるように命じます。ゴブリンが彼の前に集まり、彼は声を上げます。みんな、行くぞ。人間をやっつけよう。しかし、ターキンとゴブリンはアラック領に入り、城の近くに到着した。剣と旗を掲げて、ゴブリンは城を攻撃した。兵士は入り口の壁の横に立って声を上げた。ゴブリンが来た。 カレンは剣を上げて声を上げた。全員武器を掲げろ。ここは彼らの土地だ。あの怪物どもを逃がすな。全員殺せ。兵士たちは熱心に武器を掲げて答えた。はい、閣下。ゴブリンは城壁をよじ登って攻撃を開始し、それに応じて兵士たちはゴブリンを攻撃し、多くのゴブリンを殺した。 しかし、兵士とゴブリンの間で武器を使ってお互いを攻撃する戦いが始まる。カレンはゴブリンと戦いながら、彼らを殺せと声を上げた。あのバカども、ゴブリンどもを殺せ。デバロークがそこに到着し、剣を掲げて全員に攻撃するよう命じた。兵士は彼の後ろに立ってゴブリンに向かって走り、はい、閣下。 ルークは部屋のベッドに横たわり、恐怖に震えながらゴブリンの叫び声を上げている。そこにアーシェルがやってきて、ルーク教に尋ねる。ルークはアーシェルを見て怖くなりながら、恐る恐る起き上がってアーシェルに尋ねる。アーシェルは我に帰ったという。城の中の全員がゴブリンと戦っている。ルークは声を上げる。何もできない。この戦いでどう助けられる そして、涙目で自分は自分やライカほど強くないという。彼は名ばかりの荒く量の後継者になるだけの何の役にも立たない臆病者だ。アーシェルはルークのことを考えて黙っている。自尊心が落ち、心を強くする必要がある。アーシェル。鉄の手袋の力を使って剣を作り、ルークに向かって投げる。この剣を取れと言っても戦えないし。 今は逃げようとしている。まだ何もしないのか。たとえ国が焼け、人々が死んでも、彼のような臆病者がこの国の領主になれるだろうか。ケンは彼の目の前のベッドに突き刺さっており、彼はそこに座ってそれを見つめていた。アシュールは振り返って言った。ルーク様、彼がこの国の領主になるものですから、その義務を果たしてください。ルークはケンを見つめ、 息を呑み、そして歯を食いしばり始めた。ルークはマットレスから剣を抜き、部屋から戦闘エリアに向かって走り出す。カレンは雷の剣を振り回して声を張り上げる。彼が戦っている間、ゴブリンたちは次々とやってくる。その間、2体のゴブリンが彼の後ろから走ってくる。カレンは振り向くが、彼が剣を振り回す前に、 ライカは雷の剣を振り回してそれを切り裂く。彼女はカレンを見てライカ様に大丈夫かと尋ねる。彼女は大丈夫だと答える。彼女は今は健康だ。しかし彼女は彼に戦況はどうなっているのかと尋ねる。カレンは目を逸らしながら今は彼らが優勢だと答える。ゴブリンの数は膨大だが彼らの力と連携は悪い。 アラクリの兵士たちは十分に防御しており、彼は彼らが勝つと確信している。ラクスは、まだ先が長いと思いながら、黙って彼の話を聞く。危険なものはまだ来ていない。一方、ターキンはそこに到着し、兵士たちがゴブリンを殺し、壁から投げ飛ばしているのを目にする。彼は、予想通り、あの連中どころか、城を乗っ取るのは不可能だという。よくやった、兄弟たち。 ターキンは怒りながら槍を振り上げ、今すぐ自分も前に出ろと言う。反対側では、兵士たちがゴブリンの死体のそばを通り過ぎ、これで終わりかと互いに尋ねる。どんな汚いゴブリンがまた来るのか。カレンは前に出て周囲を見回し、警戒を怠らず、負傷した兵士を拾うように言う。兵士の一人が笑い、楽な戦いだったと言った。もちろん、彼らは勝った。 もう一人も笑い、その通りだと答えた。兵士たちは嬉しそうに人類の勝利を叫ぶ。一方、後ろから空を飛んできたターキンは、警戒を解くようにと言いながら壁を飛び越える。哀れな人間は、兵士が驚いた顔でカレンとライカの両方を見ているのを見る。ターキンは槍を振りかざし、兵士たちを殺した。たちまち兵士たちは空を飛び、溶けていった。 カレンが声を上げるのが見えた。あれは何だあれもゴブリンかレイカーはターキンに気づき、ゴブリンのリーダーが来たと思った。カレンが声を上げる。緑色の肌をしている。ゴブリンか彼は一人で戦場に飛び込む。彼は恐れていない。さらにカレンは声を上げて兵士たちに攻撃を命じるが、ライカは止める。カレンはダメだという。 あの馬鹿は危険だ。兵士はターキンに向かって走り、カレンは振り返り、デリライカにターキンが何を見ているのか尋ねる。彼の前にいる何百人もの兵士たちは、彼らに遊んでいる暇はないという。そして彼は槍を彼らに向け、彼らはみんな偽物だという。彼は走って通り過ぎる。彼は剣を振り回し、一度に多くの兵士を殺す。兵士を殺した後、 心配そうにカレンがダメというのを見る。ターキンはカレンとライカの方へ歩み寄る。誰だ隣の森であった女性じゃないかこの雑魚どものリーダーかと尋ねる。残念なことに彼らのような偽物とは関係ない。ライカは震える声で、それはターキンだという。彼は声を上げて、今その人間を彼のところへ連れてくる。カレンは恐る恐る。 アッシャーのことかと尋ねる。ターキンは、そうだ、と答える。剣を震える本物の男だ。ターキンは怒ってカレンの方へ歩み寄り、アッシャーという人間がすぐに連れてくるという。カレンは怒って、アッシャー・ゴブリンは必要なくなるのではないかと心配だと答える。ライカは彼の横に立って、ゴブリンは先に殺さなければ危険だとカレンに告げる。彼は、心配するな。 自分で対処できると答える。カレンは怒って歯を食いしばる。単なるゴブリンだと思った。ゴブリンが人間の剣術を超えることはありえない。ターキンは笑顔でカレンに槍を向ける。幸運を祈る。さあ、やってみろ。カレンは剣を振り上げ、ターキンに向かって走る。彼は剣を振り回し、ターキンは槍を前に出して攻撃をかわす。 カレンは槍を突き出し、全力で頭を攻撃するという。戦いが続く中、ライカが彼の横に立っていた。カレンは最高レベルの剣士だと思った。剣術はともかく、帝国でも認められている。ゴブリンは未熟な子供を相手にしているかのように受け止める。ターキンは槍を振り回す。戦士の素質があると褒めながら、カレンの剣で槍を撃つ。 剣は彼の手から落ち、ドスンと音を立てて去っていく。彼女はカレンが手ぶらなのを見て、そんなわけないという。ターキンは槍をカレンの腹に突き刺し、投げ飛ばす。レイカーは声を上げてカレンを呼ぶ。カレンが地面に倒れる間に、彼の鎧は胸から破れ、口から血が吹き出す。ターキンは槍をカレンの目の近くに向ける。彼もまた偽りの策略に頼る詐欺師だという。 さあ、これを終わらせよう。レイカーは剣を振り上げ、いや、これはやめなければ、と考えた。彼女は声を上げてかれん。一方、アッシャーが後ろからやってきて、ターキンにゴブリンと呼びかける。ターキンは目の前にアッシャーがいるのを見て、あそこにいるという。待っていたんだ。人間だ。アッシャーがいらい、ゴブリンも答える。まだ終わっていない。 アッシャーは鉄の手袋を使って剣を作り、剣を振り上げ、ターキンにゴブリンに来るように言う。ターキンは人間の剣術では彼には敵わないという。カレンは起き上がり、震える声でアシュールの名前を呼ぶ。ターキンはアシュールに向かって走り、戦う価値のある人間はたった一人だけだ。自分こそが選ばれた唯一の人間だ。という。彼は槍をアシュールに向ける。それに応じて、 アシュールも剣を振り回し、攻撃をかわす。ターキンは剣を向け、これが彼が探し求めていた本物の剣術であり、純粋な技の戦いだという。しかし、二人の間で戦いが始まる。ライカはカレンの隣に座り、ひどく怪我をしていないか尋ねる。カレンは、軽い怪我だと答える。ライカさん、ちょっとだけだよ。その間に、ルークが走ってきて、ライカとカレンを呼び、 大丈夫かと尋ねる。ライカは意外にも兄弟だと言い、カレンも意外にもルーク師匠という。ライカはなぜ彼がそこにいるのか尋ねる。カレンは危険だからルーク師匠の中にいなければならないと付け加える。ルークは自分は後継者だと答える。ただじっとしているわけにはいかない。戦うことはできないかもしれないが、戦場では彼らと一緒にいるだろう。 彼の言葉を聞いて、ライカは彼が正気に戻ったようだと微笑んだ。前を向いている兄のルークが尋ねるが、アシュールとライカは横を向く。アシュールとターキンが戦っている。彼はゴブリンのリーダーと戦っているという。ルークがアシュールを呼ぶと、アシュールとターキンは力を使い、武器を振り回した。ターキンはアシュールの前に立った。槍を向け、本物の戦いは面白いと褒めた。 偽物ではない。アシュールは、しばらく前から彼に尋ねようと思っていたが、偽のゴブリンとは一体どういう意味なのかと答える。ターキンは、彼らの剣術は偽の人間であり、偽の力で英雄を称えると答える。そのような存在の剣術が偽物ではないのはなぜか。アシュールは、英雄は偽の力を持っていると考えている。 人間の力を超えていると言われる彼らの剣術は偽物だ。ターキンは言うが、彼は別の人間だ。アシュールも彼と同じように、最も純粋な剣術を習得している。彼こそ戦う価値のある唯一の人間だ。そして彼はアッシャーに向かって走り、さあ行くぞと言い、アッシャーは彼が近づいてくるのを見て、理解できないと思った。要するに、英雄の剣術は本物ではない。 しかし、帝国の彼は本物だ。ターキンは槍を振り回す。そしてアッシャーは槍を掴んで攻撃をかわす。アッシャーは微笑んでゴブリンについて尋ねる。彼はかなり賢い。彼はそれを見ることができる。ターキンは頷き、アッシャーは彼に尋ねる。しかし、こんなことを聞いて人間の剣術を判断するなんて、よくもそんなことができるもんだ。 槍を握りしめたアッシャーは、剣術は人間の限界を超えるものだと思っている。英雄は力を使って世界を救った。英雄が到達したレベルよりも高いレベルに到達できる人間はいない。彼は真の剣士ですらない。しかし、生涯ずっと憧れていたレベルに到達した彼は死ぬ。彼は帝国の剣術しか知らない老剣士に過ぎない。この後、 アッシャーは彼のような残忍な種族に話しかける。彼の剣術は高度なものとみなされなければならないが、彼は人類の限界を知らない。アッシャーは槍を突き刺し、ターキンは後退した。そしてアッシャーは剣を振り上げ、いや、人間はどれほど強いのかと言った。アッシャーは剣を振り回し、ターキンを攻撃した。槍が切り裂かれ、彼は負傷して地面にドスンと倒れた。 ターキンの胸から血が吹き出し、アッシャーは彼の前に立つ。彼は弱いゴブリンだという。負傷したターキンは地面に横たわっていた。彼の体から血が流れ出ていた。ライカが他の者のと一緒に立っているのを見て、敗北したゴブリンに尋ねる。ルークは驚いて、ターキンはほとんど動けず起き上がることができないのかと尋ねる。アッシャーは彼の前に立ち、ゴブリンにもう少し深く、 彼は死んでいただろう。今彼を殺さないだろうという。彼は監禁され、起こったことの責任を問われるだろう。ターカン。頭を下げて答える。人間を味方につけた。好きなようにしろ。アシュールが先に言う。彼に質問させてくれ。なぜ侵略したのか。ターカンは命令されたからだと答える。アシュールは驚いて命令を尋ねる。 ターキンは悪魔がそうするように言ったと答える。彼らは彼に自分の民を率いて人間を侵略するように命じた。これを聞いて、アシュールは前回の悪魔の侵略と同じだと思う。その時も悪魔の命令で一部のモンスターが人間を襲った。その背後には悪魔の王がいたので、結局彼は復活したのだ。するとターキンは、 自分は好意の存在に操られている操り人形に過ぎないと説明する。彼は当初、他のゴブリンと何ら変わりはなかった。しかし、彼はほとんどのゴブリンよりも賢く、創術も磨くことができた。だからこそ、彼は自分のスキルを試すために他の種族と戦うことがよくあったが、ゴブリンが権力階層の最下層のモンスターであるという事実は変わらなかった。どんなに努力しても、 種族の限界を超えることはできなかった。そしてある日、彼は好意の悪魔として現れた。彼は彼に知性とスーパーボディを与えた。その見返りに、彼は人間を侵略するよう彼に命令した。しかし、敗北した今、彼は戻る時にどんな言い訳ができるだろうか。さて、人間の刑務所がどんなものか見てみよう。アシュールは鉄の手袋の中に剣を抜き、 わかった。彼はそこに連れて行かれると答えた。その後、彼らは彼をロープで縛り、兵士たちが彼を刑務所に連れて行き、他の兵士たちはそこに立って、人間が勝った。彼らの土地が長生きする、というスローガンを叫んでいた。ライカは後ろに立って、ターキンの方を見た。彼は驚くほど落ち着いていると言った。ルークは彼女の横に立って、すでに敗北を受け入れたと付け加えた。 それは彼らのいつものご無リンではない。アシュールがそこに立っている間、彼らは今のところ危険を脱したと思われた。しかし、魔王の復活により、より大きな危機の始まりとなった。翌日、兵士たちは戦いで損傷した城壁を修復していた。デバロックは彼のオフィスに立っていた。アシュールに背を向けている。デバロックは、屋敷を破壊から救ってくれたことに感謝する。 それに対して、アシュールはメンバーとして自分の役割を果たしたという。ベバロックが感謝しているのはそれだけではないというのを聞いて、ルークは構成した。それは良いことだ。兵士たちが壁を修復するのを手伝うことまで申し出た。ゴブリンのカレンが彼を監視しているが、何かがおかしいようだ、とアシュールは付け加える。帝国に調査のために送らなければならない。 ベバロックは巻物を手に取り読み始める。帝国からメッセージがあるという。帝国はカウンターパートとゴブリンの侵略を受けて危機を感じたに違いない。彼らはすぐに人を送る。帝国の馬車が道を通っている。そして人々はそこに立って話している。彼らの一人がヘイブンさん、それは誰ですかと尋ねた。もう一人は彼らの横に立って、 そのような高潔な人がそこに来るはずがないと答えた。驚いたことに最初の男もそれを見たかと尋ねる。二番目の男は最初の男が何を言ったのかと尋ねる。馬車に座っている人は人間には見えない。反対側では、アシャーが剣の練習をしていて、階段の横に座っていたライカが彼を見ていて、帝国の剣術を習いたいのかと尋ねていた。彼は、 ライカさんはなぜかそれを練習していないと答える。ライカは無表情で言うが、彼を見ると帝国の剣術は素晴らしいと突然確信した。アシャーは一度習ったらがっかりするだろうと言い、前世では自分のような子供がたくさんいたと思う。多くの剣士志望者が彼を師匠に望んだ。しかし、彼は彼らに単純で反復的な剣術を技術なしで教えた。多くのものががっかりした。 一人の子供を除いて、彼は今どうしているのかと思った。ライカが剣を肩にかけ、帝国から誰かが来るのを聞いたかと尋ねると、アシャーは考えから覚める。彼は、はいと答える。領主は、ライカが衛兵隊長だと言っていると告げる。彼女もダークエルフだ。それを聞いてアシェルはショックを受け、そんなわけないと思う。しかし、馬車が到着すると、 レバロークは兵士たちと共に客を歓迎する。帝国の衛兵隊長と呼び、彼女は彼に会えるよう丁寧に応対し、衛兵隊長のエレナバルサリスだと告げる。何年も前の夜、森が燃えていた。衛兵隊長が森の中を歩いていた。後ろから誰かが彼を呼び、衛兵隊長はそこで立ち止まり、兵分の方を振り返った。そしてレペニアが彼に向かって歩いていた。 ヘイブンは、結局彼らはこれで命を燃やし、ダークエルフは完全に絶滅したという。衛兵隊長は、自分たちが招いたことだと答えた。エルフの長老のせいで、彼らは世界の危機に瀕しそうだった。この後、衛兵隊長は振り返り、ここでの任務は終わったので戻ると告げた。他に何か必要なことがあれば呼んでくれ。ヘイブンとラペニア。 平文は微笑んで手を振っていられた。よし、安全に旅をしよう。森の中を歩いていると、衛兵隊長が立ち去った。誰かが鼻を鳴らしているのを感じた。そこで立ち止まり、振り返って確認した。何の音だろうと思ったら、どこかで子供が泣いているようだ。衛兵隊長は茂みの向こう側に行って確認した。拳を前に突き出したが、前に進むと、 小さなエルフの子供が泣いているのを見つけた。彼は彼女の方を見て、ダークエルフだと思った。服装から判断すると、長老の子供に違いない。彼女はなんとか子供を救ったが、それはかわいそうだった。どんな罪を犯したのだろう。衛兵隊長は彼女に言った、子供。そして、彼は彼女に手を差し伸べ、もし望むなら一緒に来てもいいと言った。 彼女は衛兵隊長の指を握った。衛兵隊長が彼女に名前を尋ねると、彼女はイレーナ・バルシリスと答えた。しかし、上では、イレーナがホールに立ってライカと握手し、自分は帝国衛兵隊長だと言った。あえて嬉しい。それに依れて、ライカは、はじめましてという。彼女はライカ・ヘルバロックだ。ライカは、エルフを見たことがないと思い。 イレーナに感心した。ベバロックはアシュールを指さして、イレーナを紹介した。そして、ゴブリーを倒すのに大きく貢献した優秀な剣士だという。アリーナは彼の方を見て、これがアシュールだと思い、握手をして、アシュール様、お会いできて光栄です、という。そこで、ホールでは、アシュールとアリーナがティーテーブルの前に座る。レバロックは彼らの横に立って、では、という。それから、 みんなで雑談をしましょう。アシュールが今までの出来事をすべて説明します。アリーナはうなずき、主の言うことを理解したように答える。その後、アシュールはお茶を飲みながらアリーナの方を見て、前世で幼女と対面するのは奇妙な感じがする。アリーナはダークエルフの唯一の生存者であり、彼の前世での幼女だった。かつて、ダークエルフの長老は人間を憎み、 世界を滅ぼそうとした。長老は禁断の魔法を使って異次元からモンスターを召喚し、世界を滅ぼそうとした。それでも、彼女はこれらの生き物の暴走する力を制御することができなかった。ダークエルフは全滅し、英雄たち若うじて長老が生き物に吸収されるのを止めた。 彼は生き物のエネルギーによって腐敗したダークエルフの森を焼き払い、そして孤児となったアリーナを見つけて引き取った。アリーナは静かによく従ったが、必要以上に愛情を与えなかったし、彼もまたアリーナに愛情を求めなかった。故郷を焼き払い、家族の死を引き起こした人間たちを、彼女は恨んでいたに違いない。なぜ彼女はアリーナの衛兵隊長になって彼と同じ道を歩んでいるのか アリーナはアッシャーに電話する。ヘブン教が直接来られないので頼まれてきたのだという、代理人として託されたのだ。アッシャーは答える。エレナが少し微笑み、まずは本題に入りましょうというのが見える。彼らの帝国は彼を信用していないのです。アッシャー教。彼らが彼に伝えなければならない情報は帝国の重大な秘密です。 たとえ彼がヘブン教の弟子であっても、自由に話すのは難しい。アッシャーが理解できると思うと、突然悪魔について知っている子供が現れてそれを倒すので、帝国からすれば混乱するに違いない。アリーナはヘブン教が彼を信用している理由を付け加える。アッシャー教、彼の剣術です。彼女にその剣術を見せてください。これは帝国からの依頼です。 アッシャーは黙って彼女の方を見た。アリーナは彼の剣術をよく知っているに違いないと思った。彼女はいつも見ていたから。そして彼は答えた、わかった。この後。二人は剣術の練習場に立っていた。アリーナはアシュールの方を向いていた。廊下を通った時にヘイブンが言った言葉を思い出していた。そして彼は、その子は父親に似ていると彼女に言った。 ヘイブンの後を追う。彼女は納得できないと答える。ヘイブンは剣術、話し方、性格まで驚くほど似ているという。ヘイブンは振り返って微笑み、自分で確かめてみないかと尋ねる。アリーナは黙ったまま。物語は現在に移る。彼女は亡くなった父親に似ている人がいると思う。そして拳を握りしめて、そんな人がいるはずがないと思う。 アシュールは目を閉じて、これから始めるという。そして彼は彼女に剣術の技を見せ始めると、彼女は驚いたことに彼の方を向き、剣を振る。彼女は父親の剣術を思い出し、父親に尋ねる。逆に、レバロケのオフィスでは、ライカはアカデミーにこれが本当かどうか尋ねる。リバロックはそう答える。アカデミーから合格通知を受け取り、彼は手紙を見せ、 この絵隊長が持ってきたと告げる。ライカは興奮してその手紙を父に感謝しながら手にする。ビバロックは父として当然だと答える。そして彼は微笑み、正式な教育を受ければ才能をさらに伸ばすことができると付け加えた。もうすぐ彼らはオートに向かう。だから準備をしておけ。そう言って、ライカは廊下を通り過ぎ、笑顔で手紙の方を見る。 アカデミーに行くなんて、夢のようだ。偉大な剣の達人や一流の剣士を輩出する帝国アカデミー。帝国で最も権威のある学校には、帝国中から数え切れないほどの剣士が集まっていた。そして彼女はそこで立ち止まり、ため息をついた。アシェルも来てくれたらいいのに。アシェルは誇張抜きで本当に帝国最高の才能だ。 そして、アーシェルの笑顔を思い浮かべ、一緒に帝国に行くことを提案しましょうか。と言い、この後、アーシェルはもっと広い世界を体験したいと思うだろうと逃げ出します。一方、アーシェルは剣を振り、エレナに剣術の技を見せた時のことを思い出し、もう終わりかと彼女に尋ねます。彼女はそれを確認したのか。彼女は失礼を言ってそこから逃げ出した。 アシェルはそれを思い出し、会ったこともない子供を見て驚いたに違いないと思い、感極まった。亡くなった父親の剣術を披露している。その見慣れた視線をアシェルはアリーナ城と呼ぶ。それから、彼女は振り返って、どれくらいそこにいたのかと尋ね、柱の横の彼の後ろに隠れ、しばらく考えていたアシェルがそこにいる彼女を見つけるとショックを受ける。そしてためらいながら彼の方へ歩み寄る。 彼女は邪魔をしたなら申し訳ないという。アシェルは全く動揺せずに尋ねる。そして彼女の方を見ると、彼女は前と同じようにまだ見ていると思う。しばらくして、アシェルとイレーナの両方がテラスに立っていた。彼女は、そこで剣術のデモンストレーションをしてほしいという彼女の要求に応じてくれたことに感謝した。そして彼女は目を閉じ、 彼の剣術は自分が知っている誰かにとても似ていたので、一瞬混乱したという。彼女は状況を十分に説明できなかったことを申し訳なく思っている。アシャは、大したことがなくてよかったと答え、確認は完了したかと尋ねる。彼女は、はいと答える。彼女はアシャ教を信頼しており、帝国の機密情報を彼に伝える。過去、戦争の時代には、 多くの英雄が世界を守った。魔族を倒した偉大な魔術師のように。魔王を倒した英雄、ウォルターズ教徒レペニア夫人は姿を消した。領土を統治していた英雄は、領土を破壊した後、突然姿を消した。彼が知っているように、バルバカは魔族に飲み込まれていた。その中でも、ラペニア夫人の不在により、北部の状況は最も深刻である。 地域の統制は崩壊し、モンスターが領土を侵略している。さらに、偉大な魔術師とドラゴンスレイヤーの城との通信は遮断されている。世界は今、完全な混乱状態にあり、アシャが予想通り考えているのを聞く。そして、平文について尋ねる。彼女は、今日、平文は帝国を去ったと答える。 しかし、英雄たちの行方を探り、世界の危機を観察せよという皇帝の命令があった。出発前に現状を彼に伝えるよう頼んだ。ヘブンはターンを離れる前に、アシャーにこれからどうするのかと尋ねる。世界を救うために自分も参加しないのか。アシャーは、あの時のように危機に対して共に戦うつもりだったと静かに思っていたことを思い出す。 アシャーは何もしないと答える。彼女が何を尋ねるのを聞いて、そして彼は目をそらしながらそのような名誉ある追求に時間を無駄にしたくないという。だから彼は自分が英雄ではないと思う。彼が望むのは剣の道だけだ。戦争中もそうだったし、これからもそうだろう。彼は剣を振るって生きるだろう。 彼は偉大な英雄になることを決して望まないし、これからも望まないだろう。彼は自分の邪魔をするものを切り倒すだけだ。イリーナは驚き、それから下へ降りて、見て理解したと言い,い、それから向きを変えて前に進みました。平文教は、自分は決して変わらない人だと言いました。一生剣を振るうつもりだと言いました。その点では、彼は彼女が知っている誰かと非常に似ているでしょう。 アシェルは黙って彼女の方を見た。そして彼女は振り返り、彼を見て、これからの計画は何かと尋ねた。アシェル教。彼は剣の門の弔問会に行くと答えた。驚いたことに彼女は許しを求めた。そして彼は帝国の剣の門を訪れるつもりだと言った。しかし、アシェルは彼が自分の転生の秘密を知る必要があると考えている。 あの男がそこにいるなら、彼は彼の質問に答えることができるかもしれない。アリーナは彼になぜそこにいるのかと尋ねる。その間に、ライカが走ってきて、興奮してアシェルに電話した。そして彼女は微笑んだ。アリーナ夫人にもそこにいたのかと尋ねた。そしてアリーナはライカが来るのを見て、ライカ夫人に尋ねた。ライカはアシェルに手紙を見せながら、これを見てという。 これは帝国アカデミーからの合格通知です。一緒に帝国に行きましょう。アリーナは微笑む。こう言うとうまくいきます。アシェル教。帝国まで一緒に行くのはどうだろう。アシュールはしばらく考えた。よし、そうしよう。そして、この最後の時間を一緒に過ごすのもいいかもしれないと思った。もうすぐライカに別れを告げることになる。 とにかく、ライカがアカデミーに入学するために帝国へ出発することは、この若い女性の将来を祝福するために集まった歓迎の群衆によって決定された。ライカは家族の前に立ち、母親が手を握っていた。彼女は安全な旅をという。娘のライカは、はい、お母さんと答える。それから、父親は、カレンとルークが守る領土のことを心配しないようにと彼女に言う。 そして、彼女が帝国最高の剣士、ライカになることを望んでいる。ライカは頷き、ベニシアはアシュールのところへ行き、ライカは家を離れて寂しいだろう。ライカの友人が彼女のそばにいて一緒に戻ってくるという。それを聞いて、アシュールは自分もライカの護衛騎士として帝国まで彼女を護衛しようと思う。しかし、そこに戻れるかどうかはわからない。アシャは、はい、母さんと答え。 そして考える。なぜ生まれ変わったのか。なぜ神は彼を狙っているのか。前世の仲間はどこにいるのか。さて、悪魔の種族はどうやって彼の心を再現なく苦しめる無数の疑問を蘇らせたのか。だから彼は答えを求めて去るつもりだった。彼は何もしたくなかった。しかし、これらの疑問は彼の進むべき道を阻むだろう。 彼は自分で解決しなければならない。そして、レバロケはエレナと握手し、彼女の勤勉さに感謝し、安全な旅を祈る。それに依れて、エレナは彼のもてなしに感謝する。レバロケは、帝国の要請に従い、ゴブリンを引き渡して彼の輸送を任せると告げる。そして、アライナは馬車に閉じ込められているターキンのところへ行く。そして、ゴブリンは彼の方を見て、 調査が終わったら帝国の刑務所に終身拘留されるだろうという。ターキンは目を閉じて自分のような敗者が望むままにどんな選択をしなければならないのかと問う。反対側では、領土の人々が来家用万歳というスローガンを叫んでいた。アラック領土万歳、馬車は出発した。さらに、人々はターキンの方を向いて立っていた。 領土を攻撃しようとしたのはゴブリンではないかと互いに尋ねていた。ターキンの馬車が通り過ぎると、人々はスローガンを叫び、彼を忌まわしい生き物とみなし、終身国志するよう呪った。ターキンは目を細めて、帝国に交流されているといい、それは容易なことではないという、彼はきっと自由になるだろう。 しかし、すべての馬車が帝国を出発する途中で、ライカはアリーナの前に座っているアリーナに質問があるかと尋ねる。アリーナは、はい、何でも聞いてください、と答える。ライカは彼女に、どうやって帝国の衛兵隊長になったのかと尋ねる。ダークエルフとして、人間の世界に適応するのは大変だったに違いない。アシェルはライカの隣に座り、静かに彼女の方を向いている。 アリーナは、彼女が尊敬する人の道を歩むためにこの絵隊長になったと告げる。アシェルが尊敬について考えているのを聞いて、ライカは彼女にその人は誰なのかと尋ねる。エレナは、自分を育ててくれた父親のような存在に、ダークエルフは長い間人間を憎んできたと答える。彼女もそう教えられた。しかし、彼女の種族が滅亡した後、一人の人間が彼女に手を差し伸べた。 唯一の生存者。警戒心や敵意のない温かい存在。彼はこの絵隊長だった。彼は彼女を引き取り、自分の娘のように育てた。彼は外見は厳格だったが、内面は深く思いやりがあった。彼の自制心のある態度は、子供の頃の彼女にインスピレーションを与えた。 これを聞いて、ライカは自分が父親の道を歩んでいること、そしてこの絵隊長が今そうしていることを尋ねるだけだった。ライカが文を言い終えようとした時、アリーナは彼が亡くなったことを悲しく付け加え、そして自分の胸に手を当てた。と言いながらも、彼の面影は彼女の心の中に残っている。しかし、アーシェルはアリーナ様に、彼女の父親は、 彼女が前に言った彼に似ている人なのかと尋ねる。彼女は微笑み、はい、その通りです。アーシェル様と答える。さらに、アーシェルは、彼女が彼のどんな点を尊敬しているのかと尋ねると、彼女は資料深く、父親を尊敬していると答える。彼女の父親は、生涯の修行によって英雄と呼ばれたわけではないが、彼は剣術の別のレベルに到達した。 彼女は父親のその側面を尊敬し、見習いたいと思った。そして、父親の剣術に従うことで、彼女はこの地位に到達できた。これらすべてを聞いたアーシェルは、アリーナを知らなかった。彼はわざと距離を置いていた。彼は彼女が彼を恨むのではないかと心配したが、彼女は彼を恩人だと思っていた。この後、ライカはうなずき、 アリーナの父親はなぜかアシュールに似ているようだと付け加えた。アリーナはその通りだと微笑む。ライカは興奮して、それは生まれ変わりではないという。彼らが話していると、突然、道で怪我をした人が助けを求めてきました。彼らはそこで馬車を止め、ライカは窓から外を見て、何があったのか尋ねました。その人物は助けてほしいと頼んできた。 近くの村の出身で、盗賊が村を襲撃し、人々を誘拐している。ライカが驚いたことになんと尋ねると、アシュールは馬車から素早く出て助けに走った。ライカは馬車のドアの前に立ち、アシュールを呼んで叫んだ。走りながら、アシュールは見に行くと答えた。ライカはイレーナ様も行くかと尋ね、そこに残るよう頼んだ。イレーナはライカ様という。 そしてイレーナは兵士たちと共にその負傷した男を助けた。彼らは彼を馬車の車輪の横に座らせた。そして彼女は兵士たちに馬車を村の方に向けるよう命じ、何人かはその人物の世話をするためにそこに泊まった。兵士は、はい、わかりました、と答えた。馬車のターキンは悪魔だと言った。アリーナは振り返り、なんと尋ねた。 彼はこれは人間の盗賊の仕業ではないと答えた。彼女は感じないかもしれないが、彼らは見覚えのあるオーラを感じることができる。これは悪魔のオーラだ。気をつけた方がいいわ。アリーナは心配そうにダメよと言うが、アシュールとライカが村に到着し、地面に横たわる人間の死体を見て二人とも言葉を失う。